佐賀の橋本瑠衣選手です。2日間走ってみてどうですか？悪くないと思います。順当にピンピンで上がって、で佐賀も4人でいいですね。天野選手まで乗って、連携としてはどうなんですか？天野選手と、まあ、初めてです。初めてですよね。でもまあ見た感じ天野選手仕上がってますよね。そうですね、練習からするとかなり仕上がってるんじゃないですか、ね、橋本選手含めて佐賀から優勝を出したいですよね。そうですね、はい、ファンに一言お願いします。佐賀で上位独占できるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。岡山の蛭田総一郎選手です。2日間走ってみてどうですか？ちょっと重たい感じはするんですけど、まあぼちぼちかなと思います。いや、見た感じは早くから逃げ切って調子良さそうですけど、やっぱちょっと重いんですか？重い、前回も重たかったんですけど今回もちょっと重たいですね。やっぱりそこら辺はちょっとセッティング変えたりはしないわけですか？セッティングちょっといじったり、ちょっとローラー乗ったり、そんな感じです。はいはい、じゃあファンにしたことお願いします。どっかでワンチャン狙いたいと思います。応援よろしくお願いします。佐賀の吉永明選手です。2日間走ってみてどうですか？前回ではないです。そうね、なんか疲れが残ってるような。そうですね、疲れと練習不足がちょっと出てるかなと思います。ここで佐賀で誰か優勝、そうですね、来年誰かで決まればなと。 ね、面白いですよね、はい、じゃあファンに一言お願いします。佐賀から優勝できるように頑張りますので応援よろしくお願いします。熊本の中村正人選手です。2日間走ってみてどうですか？悪くはないと思います、はい、では佐賀が4人でね、ちょっと位置がないですよね。短期で切れ目から行こうと思います。感じ自体はどうです？まあ悪くないと思います、はいはい、橋本君にもついていってるし。ファンに一言お願いします。そうですね、確定版乗れるように頑張ります。応援してください。愛媛の吉野匠選手です。2日間走ってみてどうですか？自転車は進むんですけど、体があんまり自転車とあんまり噛み合ってない状態ですね。まあ、バンクの感じはどうです？佐世保のバンクは軽くはないですか？軽くもなければ重たくもない、まあ、普通ですね今回最後、はい、じゃあファンに一言お願いします。はい、決勝戦、まあ、蛭田君の、迷惑かけないように頑張ります。応援お願いします。佐賀の秋山貴博選手です。2日間走ってみてどうですか？すごい感じはいいですね。昨日もなんか作戦、あれは支部長が決めたんですか？はい、ちょっと口出しさせてもらいました。いやね、作戦でしたね。綺麗にタイミングも良かったし。そうですね、もう本当完璧に決まりました。また天野君点数以上の足ありますよね。そうですね、一緒に練習させてもらってるんですけど、やっぱすごい強いです。まあでもそうですが、体調はだいぶ戻ってきたんじゃないですか？そうですね、だいぶいいです。じゃあファンに一言お願いします。一生懸命頑張ります。応援お願いします。佐賀の天野純平選手です。2日間走ってみてどうですか？自分の力を出し切って走れてると思います。いやーね、点数以上どころか、いやもう全然もう覚醒してる強さですよね。初日2日見てたら、まあ、覚醒できてると嬉しいですね。まあ、その佐世保バンクはどうですか？やっぱ乗ってみていい感じですか？そして前回の佐世保ミッドの時あんまり良くなかったんで、はいはい、どうかなっていう感じはあったんですけど、はい、何も考えずに思い切ってということで、ね、じゃあファンに一言お願いします。今日の決勝も最後まで力を出し切って頑張ります。応援よろしくお願いします。